皆さんこんにちは。 DIY 自分で作ろうへようこそ。今日はグリビとオービーズで作ったリラックスボールをハサミで切って中身を確認してみようと思います。こちらは前回のビデオで水を加えて吸水させた状態のグリビに水を加えて吸水させていない状態のオービーズを加えて作ったリラックスボールです。今から風船をハサミで切って中がどうなっているか、オービーズは吸水して膨らんでいるのかを確かめてみようと思います。少し切ったら破裂しました。このようにオービーズは風船の中で吸水して大きく膨らんでいます。グリビとオービーズを混ぜたものはツルツルしたゼリー状です。今回は実験のためにプラスチックのケースの中でリラックスボールの風船を破裂させました。風船が壊れるとこのように中身が飛び散るので、リラックスボールで遊ぶときは風船を壊さないように気をつけてください。リラックスボールを壊す実験をやってみたい場合は、このようなプラスチックの容器を用意するか、防水シートを敷くか、お風呂場で行うなど、中身が飛び散っても大丈夫な状態で行ってください。DIY 自分で作ろうを見てくれてありがとう。楽しんでもらえたら嬉しいです。他の動画にも興味があったらチャンネル登録してみてください。最新情報をアップしています。よかったら友達ともシェアしてみてね。ではまたお会いしましょう。